おはようございます、ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝なんですけれども、先日3月7日に僕の方が現状のテスラということで、この 2,3 週間にあったことを踏まえて、これからどうなっていくのかということについて解説をしました。まだこの解説動画をご覧になられていない方は、まずこちらの解説動画をご覧になってもらって、今日の動画をご覧になってもらいたいんですけれども、今日はこの中の人員削減ということに焦点を当てて見ていきたいと思います。ここ最近なんですけれども、僕自身毎日海外情報を収集していますけれども、人員削減のことについての記事が多いです。やはり現在テスラにおいては人員削減っていうのをかなり積極的に行っています。ではこの人員削減がどういった未来を作っていくのかということについて、今日は少し見ていきたいと思います。ぜひ本日も最後までご覧になってみてください。では今日の内容としては、2024年5月10日今日時点での人員削減というものが意味することということについてお話をしていきたいなと思います。こちらに関しては今後もバージョンアップしていくかもしれませんけれども、現時点でのこととして捉えてもらえれば嬉しいかなと思います。では内容に入っていきたいと思います。まずは人員解雇なんですけれども、全社員の 10%、 1万4000人を解雇すると言われています。しかし実際的には2万人を超える可能性も出てきていると最近の記事では報道されています。そして新規雇用に関しても新しい情報が入りました。こちらですが、北米での求人が3400件あったようなんですけれども、今はこれが3件にまで削減されているようです。そしてその職種としても製造開発プログラムのみ募集中ということです。以前はカリフォルニア州、テキサス州、ネバダ州で多くの職種が掲載されていたんですけれども、今現在は3件に削減され、それも職種としても製造開発プログラムのみとなっています。でこれが北米なんですけれども、欧州では今現在28件募集があっているようです。そして新たにドミニカ共和国で求人も開始しているというふうな情報が入ってきています。ではこの人員削減の意図は何なのかということなんですけれども、やはりこちらに関していろいろな記事で売上が減ってきているからとか、中国での競争が激化しているからとか、そういったネガティブ要素で書かれている記事が多いんですよね。なので僕の YouTube の方のコメントでも、売上が立つ見込みがないからとか、そういった感じでネガティブな意見をもらうことがあるんですけれども、ここに関してはイーロンさんが何を言っているのかというと、この措置は過去数年の採用の非効率と新たな成長段階への移行のためというふうにイーロンさんは発言しているわけです。つまり次の段階に進むための移行措置として人員解雇を行っていると発言されているので、これが意図としてあるわけです。決して売上が減少しているからとか、そういったことをイーロンさんは言っているわけではないんですね。次の段階に進むために必要なんだというふうに言われています。では次の段階って一体何なのかということに関しても、イーロンさんはきちんと発言されていて、これからはテスラは AI とロボティクス企業としての位置づけを強化していく。そして自動運転ソフトウェアやロボタクシー、ロボット技術への投資を優先すると言っているわけです。ということからも、今後テスラは AI とロボティクス企業という立ち位置でやっていきますよ。そしてその中でも自動運転ソフトウェアとロボタクシーに注視していきますよというふうに発表しているわけです。つまり、新型モデルという単語が消え、自動車メーカーという単語も消えているわけです。そしてイーロンさん自身がテスラの自動運転技術の実現を信じる人のみが株式に投資すべきというふうに発言もされています。このことからも今後は一層自動運転技術に注視していきますよということになってきますよね。このことからも今後テスラというのは自動車事業っていうのはいくつかの事業の中の一つで、そもそもなんですけれども、テスラっていうのは自動車だけのメーカーではないわけです。テスラのことをよく知っている方からすると、自動車っていうのはほんの事業の一つであって、テスラというのは自動車メーカーではないっていうふうな認識になっていると思うんですよね。これをテスラは自動車を作っている会社だというふうに認識しているのは少し間違っていると僕は思います。なのでテスラというのはいくつか事業があって、その中の事業の一つに自動車部門があるというふうな認識です。そして企業というのは成長し利益を上げることが大切です。そして利益を上げるということは人に貢献をするということが大切になってきます。貢献をすることができない事業は利益を上げ続けることができません。企業が存続していくということは利益をきちんと上げていき、その利益を上げる事業っていうのが人の役に立っているっていうのが大前提としてあるわけです。
ではどうすると利益を上げて貢献できるのかということをね、考えていく必要があるわけなんですね。それをイーロンさんを含めるテスラは AI としての自動運転技術、ロボタクシー、そしてロボティクス、これらの事業に投資を優先させていくことが利益を上げ貢献できるというふうに CEO のイーロンさんが判断したわけです。この選択がうまくいくかどうかっていうのは現時点では正直まだわからないんですね。これが経営者の手腕となってくるわけです。そして新型モデルを出さない、こういったことに不満を抱くんだったらテスラ株に投資をするべきではないとも言えます。では自動運転というところになってくるんですけれども、今現在いろいろと問題にぶち当たっていますよね。昨日の YouTube の中でも NHTSA における再調査というふうな記事もありました。そうなってくるとやはりテスラの自動運転で全然ダメじゃんっていうふうに発言される方もいらっしゃいます。けど僕から言わせてもらうと、これは積極的に挑戦しているからいろいろな問題にぶち当たっているというふうに僕は思っています。日本の企業で多いんですけれども、日本の企業っていうのはやはりちょっと保守的なところもあって、完璧なものを作ってから出すっていうふうな感じの企業が多いと思いません？しかしアメリカの企業はとりあえず出す、そしてダメならダメでそこで改善するというスタイルでやっている企業が多いですよね。テスラというのはまさにここだと思うんですよね。かなりスピード感を持ってやっていると思います。そしていろいろと積極的にやっているから何か問題がいろいろと生じているわけです。そしてその問題っていうのは改善項目というふうにもなりますよね。だから改善させたらいいわけです。で、そうなってくると人の命がかかっているのにとりあえず出すはダメというふうに言われるかもしれませんけれども、これはね、ぜひテスラのオートパイロットを体験してみてください。経験もしていないのにとやかく言うのは僕はなしだと思います。僕自身はテスラのオートパイロットを経験しているからこそ、テスラのオートパイロットの完成度は高いと思いますし、実際に人間が運転するよりもオートパイロットをつけて運転している方が安全だと僕は思います。これは僕自身が経験をしているからこのように感じるわけで、経験もしていない人がとやかく言うのは僕はなしだと思います。けどね、次にこういうことを言うと、でも実際に事故を起こしているじゃないかというふうな声もね、あるんですけれども、じゃあ僕は聞きたいです。他のメーカーは事故を起こさないのか、他のメーカーの自動運転技術だったら事故を起こさないのかっていうふうなことをね、聞いてみたいです。テスラは決して 100% 事故がなくなるっていうことは言っていないわけです。事故が減るというふうに言っているわけなんですね。そして今現在はテスラにおいてはオートパイロットを使うときにはきちんとハンドルを握って前を見ることというふうに言っています。実際に僕自身もテスラでオートパイロットをするときによそ見運転などをすると、最近では警告が結構上がってくるようにアップデートもされています。だからこそ僕は実際にオートパイロットを使ってみて、自分自身一人が運転しているよりもオートパイロットを使って運転している方が安全だと僕は思います。そうなってくると所詮レベル2でしょというふうな声もね、出てくるんですよね。まあ、ああ言えばこういうなんですけれども、所詮レベル2でしょというふうに、ね、言われるかもしれませんけれども、別にテスラは古代広告でレベル3を実現とかレベル4を実現っていうふうなことを言っていないわけですよね。そういったことを言わずに現時点でははっきりとレベル2ですよと言っているんだから、それはそれでいいんじゃないかなと僕は思います。そしてオートパイロットの事故なんですけれども、これがアップデートした後も増えているから再調査というふうなことになったんですけれども、以前の情報では全体的にテスラの事故の割合っていうのは少ないんですよというデータもありました。そしてテスラにおいては全車種にドライブレコーダーが標準でついています。だからどのような事故なのか、この原因究明もしやすいんですよね。なので NHTSA が再調査ということで再調査をして、こういったところが悪いですよというデータもね、はっきりと出てくると思います。そしたらそこでテスラは改善していけばいいだけなので、きっとここにおいても改善はね、していくと思います。では次に FSD について見ていきたいんですけれども、この FSD ですけれども、昨日の情報としてバージョン 12.4 が来週リリースされるかもしれません。そして今現在バージョンの 12.5 および 12.6 も開発テスト進行中ということです。そしてバージョン 12.5 および 12.6 では狭い一方通行での道路閉鎖だったり、より複雑な状況にも対応できるように改良していくようです。そしてこのような情報っていうのを他のテスラ社に経路情報を共有することで、車両が道路で立ち往生するのを防ぐことが期待されているということで、着々と新しいバージョンにおいてもテスト開発中です。ということからも、この FSD に期待する人、 FSD がその名の通り完全自動運転ソフトウェアになること、それを信じる人がテスラ株投資をすべきだと思いますし、体感をしたいという人がテスラ車を買ったら僕はいいと思います。
ただ日本においては FSD に関しては当面販売されるってことはないと思いますけれども、こういった新技術を体感したいと思う人がテスラ車を買えばいいかなと思います。そしてロボタクシー市場をね、見ていきたいと思うんですけれども、テスラが今後ロボタクシー市場に注視していくということは、車の販売には注力していきませんよというふうに捉えることもできるんじゃないかなと思います。なので販売台数がどうとか市場シェアがどうとかっていうのは今後気にしなくなっていくんではないかなと僕は今思っています。そしてこのロボタクシー市場で成功するかどうかっていうのは現時点では分かりませんけど、こちらの市場に対して注力をしていくということなので、テスラ株投資をしていくと言われる方は、このロボタクシー市場においてもテスラがきっとやってくれると思う人は投資をしていけばいいと思いますし、ロボタクシー市場でリスクがあって危ないんじゃないと思われる方はね、投資をすべきではないかなと僕は思います。なのでこのあたりにおいてもご自身がどのように判断し投資をするかどうかという自己責任のもと投資をするっていうのがね、大切になってくるんじゃないかなと思います。ということで昨日の情報としては、人員解雇において2万人以上になる可能性も出てきましたよという情報と、新規募集も激減していますよという情報、そして FSD のバージョン 12.4 が来週公開予定ですよという新しい情報がありました。そして FSD においては 12.5、12.6 もテスト開発中という情報も新しく入ってきています。まあ、以上が本日の新しい情報となっていますけれども、最後に僕自身がどう思うのかということについて話を進めていきたいなと思います。僕は当然自動運転技術、これは期待しています。僕の中では将来車が自動運転しているという社会が来ると僕は思っています。テスラがそれを実現するかどうかっていうのは分からないですけれども、きっとどこかのメーカーが自動運転技術というのを確立し、車が自分で運転しているというような未来が来ると思っています。その中でも僕はそういったことはテスラがやってくれると僕は思っているので応援しています。そして自動運転のソフトウェアなんですけれども、これはソフトウェアなので利益率はほぼ 100% です。これをテスラ社だけではなくって他社にも提供していく、そうすることによって自動運転技術っていうのもどんどん確立していくと思います。そうなってくるとソフトウェアの販売による利益、そして事故が大幅に減る貢献っていうのをなすことができるんじゃないかなと思います。先ほど僕は企業というのは利益をしっかりと上げること、そして利益を上げる事業が人々の生活に貢献することが非常に重要だというふうに言いました。このことからもこの自動運転技術のソフトウェアっていうのは、ソフトウェアの販売による利益と事故が大幅に減るという貢献をしていくんじゃないかなと僕は思います。そしてロボタクシーなんですけれども、僕はですね、正直なところ今現在日本において車を所有する人って減っていると思います。どうでしょうか。特に若い子たちっていうのが車を持たなくなっているなっていうのは実感としてあります。で、この車を所有する人が減っているっていうのはきっと海外でもそうなんじゃないかなと思います。そしてこれからはシェアの時代と言われていますよね。なので車の販売に注視するよりも移動手段としてタクシー事業に注視していく方が利益も出るし貢献もしていくんじゃないかなと思います。ではどういった貢献かというと、車の台数が将来的に減ることで交通渋滞も当然減ってきますよね。その結果として事故も減るわけです。そして車の車両が減るということは駐車場も減ってくると思います。そうなってくると今現在駐車場のところの駐車場の土地も有効活用ができるんじゃないかなと思います。そしてロボット事業においては、日本は特に高齢化社会ですよね。もし生活を助けてくれるロボットがいたらどうでしょうか。例えば40代50代の人たちの親っていうのがもう高齢者になっていて、もしかしたら今現在一人暮らしをね、実家でしている方もいらっしゃると思います。そういった一人暮らしで生活しているようなご高齢の方の家に何かいろいろと手助けしてくれるロボットがいたらどうでしょうか。きっと役立つと思いません？それとか家の家事をしてくれるようなロボットが家にいたとしたらどうでしょうか。共働きで働いている家庭にとってはなかなか家事っていうのが非常に大変になってくると思うんですけれども、そこにロボットがいて、ロボットがいろいろと家事の手伝いをしてくれると思ったらどうでしょうか。役に立つと思いませんか？つまりこれっていうのは貢献になってくるわけなんですよね。そして将来的に一家に一台のロボット、このような未来が来るとしたら、ロボット事業は利益を上げるんじゃないかなと思います。僕は将来的に一家に一台人型ロボットがいるという生活になっていくと思っているので、
このようなロボット事業というのはかなり人の生活に貢献してくれると思いますし、そのロボットを販売していくことでの利益というのも大きくなっていくんじゃないかなと思います。そしてこの自動運転技術もロボットも大事なのは AI なんですよね。なので AI に力を入れていくというふうな選択をテスラがしたんじゃないかなとも思います。正直テスラにおいて新型モデルが出てこないっていうのは残念ではあります。残念ではあるんですけれども、自分のテスラっていうのは今後も進化していきます。そして新モデルが出ないっていうことは今のモデルのままなんですよね。つまり今のモデルのままっていうことは古くなっていかないから僕は逆にいいかなと思います。正直新しいモデルが出てしまうと以前のモデルっていうのが古く見えてしまいますよね。そんなことありません。なので今のモデルの今のデザインのままでいくということだったら自分の車のモデルが古くなっていかないので僕は逆にいいかなと思います。そしてテスラにおいては購入後もバージョンアップで機能というのはどんどん新しくなっています。つまり買ったら終わりな車ではないんですよね。買ってからも進化し続ける車なので、僕としては外見は変わらずに中身はどんどん変わっていくので、これはこれでね非常に大きなメリットだと思います。そしてこのデザインにおいてなんですけれども、 iPhone ですね、基本デザインでほとんど変わらないですよね。 iPhone が出たのは2010年頃だったと思います。僕は初代の iPhone から買って持ってますけれども、ほとんどデザインっていうのは変わっていません。でそこに不満があるかってなってくると、僕はこの iPhone のデザインに特に不満っていうのはないですし、 iPhone のデザインが変わらないことに対してもうこのデザイン古いよねとかデザインの文句を言う人を僕ね周りで見たことがないんですよね。なのでテスラもこのような感じになるんじゃないかなと僕は今思っています。はい、ということで今日はですね、5月10日時点での人員解雇から将来どういった感じになっていくのかということについて僕自身の見解を踏まえて解説をさせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。ぜひ今日の内容に関してコメントいただけたら嬉しいなと思います。そして今回の動画の内容が参考になったと思われたら、ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。では今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。今日は一つお知らせがあります。5月12日の日曜日なんですけれども、同時コインの解説っていうのをしていこうと思います。これから同時コインを使ってテスラを買うことができるようになっていくという情報も入ってきていますし、X においてもきっと僕は暗号資産っていうのを入れていくと思っています。その中で同時コインっていうのをメイン通貨として使っていく可能性も十分あるかなと思っていますので、今同時コインに僕は注目しています。なのでこの同時コインっていうのは一体何なのかということについて1本動画を作って5月12日の日曜日に公開したいと思います。ぜひ5月12日同時コイン解説しますので、こちらの動画の方をご覧になってください。で日曜日に公開するので、日曜日はアンケートの結果などを言っていますけれども、アンケートの結果に関しては翌日の月曜日にねしていこうかなと思っています。ということで5月12日同時コインの解説しますので、ぜひご覧になってみてください。はい、では今日はですね、ちょっといつもと違うスタイルでまたやってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしになってください。ではまた。